山田微妙、山田微妙、山田微妙、1868年8月25日、慶応4年7月8日から1910年、明治43年10月24日は、日本の小説家、詩人、評論家、原文一致体及び、身体史運動の先駆者として知られる。二世、極定主人、微妙祭、微妙史、将校圧線、比叡などの号も用いた。 SF、推理小説作家の加納一郎は孫。本名は山田武太郎。江戸の神田柳町、現在の東京都千代田区神田須田町に町目に、旧南部藩市、山田義雄の長男として生まれる。三歳の時父が地方に赴任し、母よし、その養母がをますと、芝新名前、浜松町に、お家屋を家業として住む。父は、 鳥取、長野などの警察部長を歴任し、その後部特会に関係して、京都に住み、1911年、明治44年に没した。1874年に、私立唐栖森学校入学。この頃、尾崎徳太郎、尾崎公用と知り合う。翌年公立派学校、後の港区立と萌小学校に転校。12歳頃から死を学んで、小田玄造に教えを受け、 漢文を、石川高裁から、和歌を、叔父の山田吉治から学んだ。1879年、明治12年東京府、第二中学、1881年に、府第一中と統合し、東京府中学入学、幼な友達の公用と再会。東京府中学を経て1884年、明治17年大学予備門入学。 予備門在学中の1885年、明治18年に、友人の尾崎紅葉、石橋志安、丸岡急からと、文学結社である、研有者を結成し、雑誌、ガラクタ文庫を編集、観光誌、第一、二週に、極定馬金風の諸女作、縦ごと造詞を発表。1886年から同誌に連載した、あざけり会小説天狗は、 原文一致体で書かれた小説として先駆的なものであった。また1882年の新体師賞以来の新体師への意気込みで、炎山三子子と尾崎紅葉、野辺春亭主人子と丸岡久家と共に新体師選を観光。同年第一高等中学校、大学予備門解消大学。1887年、明治20年に読売新聞に、 武蔵野を連載し、最初の原文一致体の新聞小説となる。同年婦人雑誌、いらつめ、整備者創刊。1888年には、短編集、夏、小立を、観光、小説雑誌、との花、金光堂を、主催、1890年まで務め、20歳にして、坪内商用に匹敵する名声を得た。研有者とは、疎遠になり自然だったい。 徳富祖法らが1888年に組織した文学会にも参加し、1889年に国民の友史で初めて小説を掲載した特別付録に商用と並んで祖法の依頼を受けて古城を執筆した。古城は挿絵に初めてラタイが登場した作品で渡辺商定筆発売禁止となるなど物議を醸した。 1889年、日本俗語文法論を国民の共に連載した。1890年、会心新,新聞社入社。1891から92年頃は、国民新聞史上に小説、詩などを発表。その後は、文芸クラブ、世界の日本などに作品を発表。1894年頃に、浅草の茶店の女に子を産ませていたが、関は、 入れないなどの成功があり、作品の題材を実体験で得るためと称したことなどが万長法、毎日新聞などで指弾され、坪内商用も、早稲田文学史上で批判した。1895年に発表した、アチよは、久しぶりに好評だったが、その後、イラツメの東高蘭出身で弟子の女流作家、田沢稲船と結婚。1896年稲船との合作。 峰の残月を文芸クラブに発表。稲船は微妙の祖母と不仲のため、三月に結婚を解消して鶴岡に帰郷。四月に西戸金と結婚。稲船が自殺未遂の後九月に病死したが、新聞に自殺と報じられて微妙は非難をこむり、分断から遠ざけられるようになった。1897年、魔界天女山とことに連載。 この頃、この絵集まろ会長として、東洋青年会を結成していた山形定座ザブロと深い交友を持つようになり、フィリピン独立運動家のの来日時に、東洋青年を訪問、日本青年会でも、ホセリザールの追悼会を行うなどの活動により、フィリピン独立革命にシンパシーを抱き、独立の志士エミリオ・アギナルドの伝記、アギナルドや、運動の層は、跳ね抜け鳥なども表した。 フィリピン独立革命と日本との関係も参照。1899年に大和新聞社に知事在籍。また本郷から王子村に移り、王子義塾を開いた。1901年9月に脳重血で倒れ、以後禁止する。1903年頃からは主に歴史小説を発表。日清戦争前後から国家主義的傾向を強めており、次第に、 ロシア問題に関心を深め、日本の北進政策を背景に、人中報告の列紙を描く、助走の探偵、両体の遠征なども書いた。1907年から大辞典観光に着手し、村上並六の支援も受けて1911年に発刊。1909年に本郷九条富士前町に移転。1九百十年に六月に自家洗顔師と診断され、 10月24日に死去し、西菅門の染メ霊,霊園に葬られる。晩年は、分断内で、親しい交際も少なく、病と貧しさに悩まされる、寂しいもので、病体となってからは、石橋志案と丸岡休暇が世話をしたという。身体視線は、身体視匠の二番先人のように見られ、指揮者の評価は高くない。しかし、初週。 千景山和魂八章から三章を選んで、小山作之助が曲をつけ、軍歌、敵は幾万として歌われるようになった。原文一致の先駆者であるとともに、小説に悲劇的情緒を取り入れ、歴史小説に主情的心理を含め、新体使のために音音韻研究を求め、東洋のシェイクスピアとのあだ名も得た。微妙の原文一致の作品は、武蔵野、 古町のような時代小説が多かったので、地の文は、です、ます、である、町であるのに、会話文は、南北町時代を題材にした、武蔵野では、足利頃、俗語、屋上瑠璃を用いるなど、古めかしい言葉遣いであり、いささか気を照らったようにも見えた。また、擬人法、統治法、関東史の多様され、感情型の嫌いを生み、また、主脚の核を、 明瞭にすることを疑念視した結果、語り手の視点を自由に挿入できる文法を得た、反面で、押し付けがましさも生んでしまうことになった。双葉邸氏名の解雇では、山田君ははじめ敬語なしの打蝶を試みてみたが、どうもうまくいかぬというので、ゲス蝶に定めたという。自分ははじめ、ゲス蝶でやらうかと思って、ついに、打蝶にした。すなわち生き方が全然反対であったのだ。 という。さらに、古長が掲載された時の差し絵に、主人公古長の裸体画が初めて用いられたので、その意味での注目を集めてしまったことも、彼の作品を文学として、きちんと評価させず、微妙を文学の第一線から退かせ、辞書の編纂をして、ここをしのぐような生活に追い込んだ一因でもある。小説は、導入部の後主人公が死んで終わる作品。 講談本などの場面を継ぎはぎした作品、教訓のみが目につく作品も多い。小説、人もやや内容に乏しい。しかし先駆者として文学の形式を発展させた。フィリピン独立については、独立軍の章にまつわる、先週は桃色犬もあり、原文一致文例では、アギナルドの島民に対する独立の宣言を、義軍の宣言として、 原文一致の演説文の模範として載せている。独立戦争の将軍アルテミオリカルテは、日本滞在時に、ホセリサールの最後の死を微妙が翻訳したものを、所持しており、微妙は、アギナルドの中で、サールの死を、我が末期の思いとして訳しているが、リカルテの所持していた詩を見た、塩田良平によると微妙とは、文体が違っているという、リカルテは帰国した際にも微妙への感謝の辞を述している。 国語辞典の編纂者としても著名で、日本大辞書、1892年と大辞典、青木須瀬堂、1912年、新式説用辞典、人名辞典などを編んだ。日本大辞書は、微妙が口述し、大川発が即帰したもの。日本の辞典で、初めて語尺が交互体で書かれた。もちろん、これらは、交語系、交通語系、笑い声、泣き声なども、 豊富に立候していた、あはは、いひひ、おほほ、にこにこ、うんやなど。また、日本大辞書は、共通語のアクセントが復帰された辞書としては、近代において、最古ののとされ、日本語のアクセント研究の例名を築いた。作品集、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。